けましてごきげんようこの動画では、アン a l アルエンジンで作ったゲームを配布するための設定を解説していきます。本日のお品書きはこちら。時間ごとに区切られていますので、タイムスタンプもご活用ください。初心者が陥りがちな問題の解決方法も共有していきたいと思います。アン a l アルエンジン4.27.2のサードパーソンテンプレートをベースに、Windows のパッケージ化を題材に説明します。2D のゲームも 3D のゲームも基本は同じです。それでは、行ってみましょう。 パッケージ化とは、アンリアルエンジンで作ったゲームを配布できる状態に仕上げることを言います。単純に、Windows 環境へのパッケージ化をする場合は、画面のように Windows を選択をするだけで、パッケージ化はできます。ただ、何も設定しないと、データ容量が大きくなりがちだったり、処理が重くなりがちだったり、環境によっては、プレイできなくなってしまっていたり、処理が軽いゲームのはずなのに、プレイ中パソコンがうなるようになってしまったりする場合があります。少し設定することで、 プレイしやすいパッケージデータになるので設定していきましょうまずプロジェクト設定を行います設定のボタンからプロジェクト設定を選択しますパッケージ化を選んでプロジェクトパッケージ化の設定画面を出しますここでは4箇所確認します圧縮およびクック積みのパッケージを作成詳細欄の中に隠れているので開いて確認します4.27では 最初からチェックがついていますが4.26以前ではチェックがついていないので確認したい項目ですチェック状態でデータ容量がかなり圧縮されますビルドコンフィギュレーションデフォルトではデベロップメントモードになっていますエディターと同様のショートカットキーやコンソールコマンドなどを使いたい場合はこのモードのままでもいいですがデータ容量が大きくなる点や処理が重い点などから配布用のパッケージとしては適切ではありません配布用の基本は シッピングになります。配布用として最適なモードですがエディター操作時とは若干挙動やライティングの明るさなどが異なる場合があるためパッケージ化後に確認をしっかり行うことをお勧めします一部のコンソールコマンドなどが機能しないものがあるので制作時に気をつけてください完全に再ビルド配布するような場合はチェックを入れますバグが発生する可能性を下げます前提条件のインストーラーを含む まっさらな Windows でもゲームが動くようにするチェックです。不特定多数に配布するような場合は、チェックを入れておいた方がいいです。特定の相手に送る場合で、アン a l アルエンジンのゲームをすでにやったことがあるような場合は、チェックを外すと、データ容量が 39MB ほど小さくなります。余談ですが、Steam へのアップロードの際は、このチェックは外せと、Steam のスタッフに注意を受けました。Steam 向けの設定方法の記事もこの間書いたので、ご興味のある方は、こちらもご確認ください。 パッケージ化で特に確認したい項目はこの4つになります次に確認したい項目としてマップモードを開きますゲームのデフォルトマップに最初に開きたいレベルが指定されているか確認しますパッケージ化の前に一応確認した方がいいです次に確認したい項目として説明を開きます急ぎのパッケージ化の場合は触れる必要はないですが一応確認しておきたい項目です目安がないと何を書いていいのかわからないので アクション RPG を参考にしてみます。フルスクリーンモードだと、あまり目にする機会がありませんが、ウィンドウモード表示対応の場合、タイトル名が枠の上に出るので、気をつけたいです。男性版の場合は、書くようにした方が良いと思います。次が、結構重要な点で、基本設定の中にあるフレームレートを確認します。フレームをスムージングと固定フレームレートを使用のどちらかにチェックを入れた方がいいです。フレームをスムージングは、状況に応じて可変する。 フレームレートの幅を指定します。1フレームのズレが問題になりにくいゲームの場合は、こちらのチェックを入れるといいと思います。初心者の頃に作ったゲームは、こちらを選んでおいていいと思います。固定フレームレートを使用は、その名の通り、固定フレームレート設定です。格闘ゲームやアクションゲームは、こちらで 60fps にするのが良いと思います。RPG などは、30fps で作られているものが多いようです。4.23までは、デフォルトで、 フレームをスムージングにチェックが入っていましたが、4.24以降は両方チェックが入っていません。両方のチェックがないと、PC の限界まで FPS を出そうと、フル稼働状態になり、PC がうなります。次に、プラットフォームの Windows の項目。ゲーム起動時に表示される画像を指定できます。ゲームアイコンなどをちゃんと設定すると、自分のゲームを作った気分が出ますね。設定しなくても問題ないですが、完成版の場合は、設定したい項目です。 プロジェクト設定で確認したい点は以上になります次に不要なプラグインの整理をしたいと思います設定からプラグインを選択します不要なプラグインの判断ができれば不要なプラグインを全部外すのがいいですが数が多く判断が難しいので最低限として VR ゲームじゃない場合は VR で検索して VR 関連のプラグインを外すのをお勧めします VR 機器が勝手に起動してしまい普通にプレイができないという報告を結構もらいました 容量の削減にもつながるので、VR プラグインは切っておいた方がいいです。4.27.2限定の話ですが、オープンイメージデノイズは切っておいた方がいいです。ゲームに関係ないプラグインで切ると48メガバイトの削減になります。常吉星光先生、ありがとうございます。注意、Visual Studio がインストールされていない場合、デフォルトの状態からプラグインのチェックを入れたり、外したりするとパッケージ化しにエラーが出ます。 ビジュアルスタジオのインストールをしましょう。ランチャーから C プラプラのプロジェクトを作成しようとすると、インストール用のボタンが出てくるので、こちらからインストールするのが、おすすめです。アンリアルエンジンに必要なチェック項目が入った状態で、インストールが進むので便利です。プロジェクト設定とプラグインのチェックが済んだら、パッケージ化を行います。できたフォルダーの .exe のファイルをダブルクリックで、ゲームが起動します。ちゃんと動いていれば、完成です。おめでとうございます。 注意、エディター作業時はエスケープでゲームが終了しますがパッケージデータはデフォルトではエスケープで閉じませんゲーム内でクイッドの設定をしておくことをお忘れなく忘れてしまっていた場合 Alt プラス F4 で閉じてくださいできたゲームの置き場所に悩んでいる方は1 i o というゲーム投稿サイトがエピック公式のゲームジャムなどで投稿先として指定されていたりするのでアンリアルエンジンで作ったゲームの投稿先としてはまずこちらをおすすめします パッケージデータが大きすぎる場合マーケットプレイスのアセットなどを大量に読み込んでいる場合などはデータが大きくなりがちですまだ作業途中などで整理できない場合に部分的にパッケージ化する方法がありますプロジェクト設定のパッケージ化の詳細表示を開きますマップのみをクックのチェックを入れると特定のレベルだけをパッケージ化することができますパッケージ化されたビルドに含めるマップのリストにパッケージ化に含めたいレベルを指定します Windows のエクスプローラーから、ドット U マップを指定します。特定のレベルだけをパッケージ化するため、データは小さくなります。数える程度のレベルをチェックする場合には、良い方法だと思います。そこだけプレイできる状態にして、送って、などと言われた時なんかにも便利ですね。ただ、完成する頃には、ちゃんと、アセットの整理をしておきたいです。大量のアセットを後から、整理するのは、結構大変なので、個人的には、アセット読み込み用のプロジェクトを用意して、 そこから必要なものだけ送るようにしています。すでに大量のアセットで困っている方は、アルウェイ先生の記事で、がっつりデータ整理方法の解説をしてくれているので、こちらの記事もご確認ください。ヘキラクーさんの、できるだけ小さなパッケージデータを作る挑戦記事も、非常に参考になるので、一読すべき内容です。また、データ整理をする際には、プラグインを使ってみるのもいいかもしれません。アセッツクリーナーというプラグインが、2021年11月の無料コンテンツだったので、 所持している方も多いのではないかと思います。こちらのツールを使うと一覧性が良く、整理がしやすいということで評判がいいので紹介しておこうと思います。パッケージ化エラーになる場合、初心者の時によく起こる問題はビジュアルスタジオがインストールされていない状態だとプラグインの変更ができないようなので、まずビジュアルスタジオがインストールされているかご確認ください。ビジュアルスタジオがインストールされていてもバージョンが適切でなかったり。 オプションが足りりなかかったりという場合ももあるかもしれません確認してみましょう次に日本語フォルダーや日本語ファイル名を使っていないかを確認してみてください Windows のユーザー名が日本語でドキュメントフォルダーにプロジェクトデータがある場合にパッケージ化エラーが起こっている場面をアンサーハブなどでたびたび見かけますア n リア a l e n g i n e は日本語対応していますがバージョンによっては日本語を使っていることによるバグに遭遇する可能性がありますまた外部プラグインが 日本語でバグを起こす可能性もあります。フォルダー名、ファイル名などに、日本語や記号は使わない方が、賢明です。また、外部プラグインを使用している場合などに、C++ プロジェクトで作る必要があるものがあったりするので、追加したプラグインのマニュアルも確認してみてください。パッケージ化のエラーは、アウトプットログに残ります。赤い文字の一行前あたりを、確認してみると、問題の箇所がわかるので、確認してみましょう。 ということで、パッケージ化の設定の動画、いかがだったでしょうかパッケージ化に関する疑問が少しでも解消されていたら嬉しいです。Windows 以外のパッケージ化の話もしていきたいですが、今のところ詳しく話せる知見を持ち合わせていないので、いろいろ試してからまた動画を作りたいと思います。この動画以外に、文字情報での記事も公開しているので、再確認として参照していただければと思います。参考にさせていただいた記事も概要欄に載せてありますので、そちらもご確認ください。今後も、 アンビアルエンジンの動画を投稿していこうと思いますので、よかったら、チャンネル登録、コメントや高評価していただけると励みになります。それでは、次回の動画もよろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。ことよろです。